一番最初は一番末の、まあ、まだ小さかったからね、血の海が亡くなって、でそれはまだ11月頃ですから、土地が凍ってませんからね、あの緑園というところにね、あの公園のところにいっぱい穴掘って、もう間違いないからね、余計埋めるとこ作ってたんで、そこへ葬ってあったんです。奥さんもあのちょっと弱かったからね、もう亡くなる時はね、そらもうそばに私おったんですけど、どうもできないんですよ。薬はないし、医者もいないしね、医者おったとしてもどうにもならない。だから熱あるのなんかで冷やすぐらいしかできないんですよね。うん、そういう人ってだからね、もう苦しい苦しいならね、それそばで見とったんですけど、あの奥さんがね、あや閉めてくれって言って懇願してました。もう苦しいで、もうそのだからちょっとあちゃもね、そりゃそんなことできないんですよね。けどもうこのまま苦しますのもまたこれもかわいそうだってことで、岸へって言うんで、岸へ許してくれってね、大きな声で、で、あの、食いしめ、その時進める前にね、俺はな、もうこれ、あの、跡取りは取らないからってね、もうそう言ってね、許してって、ね、5歳は取らないと。そうそうそう。もうそばにおったけど、私、もうどうしたらいいかわからんね、もうね。まだ子供ですもんね。うん、そうそう。